国も領土も人の命も、自分たちの手に入らないものは全て破壊する。それが統合軍のやり方なんだぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。マリサだぜ。今回は年表解説パート16ということで、マクロス30、並びにマクロスデルタのあたりを扱っていきたいと思います。マクロスデルタについては、テレビ版を基本とし、劇場版は、覚えていますか?と同等の立ち位置とします。今回はね、それでは解説、始まるんだぜ。バジュラ戦役の翌年、2060年、惑星ウロボロスにて、新統合軍第815独立戦隊、ハーバマールが最後のエビル、シリーズ、フォールド、エビルの封印を解き、大規模な歴史改変を目論みます。この辺はまんま、マクロス30のゲーム内容と、なっているため、いつかプレイ動画を上げたいと思っています。誰か、良い PS3 のキャプチャボード教えてください。すごくざっくり説明すると、フォールドエビルの力を使って、第一次生還大戦の前まで戻しちゃおうぜ。あの惨劇チャラにしちゃおうぜ派の人たちと。いやいや、確かに悲しい過去だったけど、それ含めての今なんだから、そんなことしちゃダメでしょ派の、極地紛争みたいな話なんだぜ。ちなみに主人公はダメでしょ派で、ちょくちょくライバルとして出てくるのが、主人公の妹大好きマンコと、ロッド、バルトマーさんです。ロッドさん、サイド主人公の妹に会うためなら、歴史改変も意図はない過激派で、その上腕の立つパイロットなのでこれまた大変。しかも登場機体は本国仕様の、YF-29B と来たもんだからもう手がつけられない。それに対して主人公、いやいや、妹が死んだの含めて乗り越えなきゃいけない現実だろ。お前兄貴なら少しは悪に傾けよ、と突っ込みたくなる内容ですが、ハーバマールの司令官がいけないねってなって、倒しておしまいです。死ぬほどざっくりな解説ありがとうございました。しかしながら、このゲームにおいては、マクロスとして重要な要素が多く、YF-31 の原型機とされる YF-30 の登場、SDFN-8 ジェネラル、ブリタイ、クリダニクの登場、など、過去作、次回作へのつながりが多く盛り込まれています。ちなみに、監督自身も、本作とデルタを通じて、ヴァルキリーの試作設計から、正式採用までの一連の流れを行えて、非常に満足していると語っているんだぜ。31のハイブユニットは、完全に30の発展型だしな。と、マクロス氏の流れをつかむことでも非常に大切な本作の後に、惑星ウィンダミア独立戦争を元とした、マクロスデルタの放送が始まります。2059年、銀河各地で人類種が突如凶暴化する、R シンドロームが蔓延し始めます。困った、となっている間に、2060年、ブリージンガル球場聖団にあるウィンダミア王国が、かつて新統合軍と交わした、不平等条約に対し、独立戦争を仕掛けます。まあこれに起こった新統合軍、バジュラをぶっ飛ばしたあの次元兵器を、ここで使用してしまいます。これが劇中で語られている、カーライルの黒い嵐となっています。ちなみに補足すると、この時統合軍はウィンダミア人に、プロトカルチャーの遺跡の謎を解かれて、劣勢になることを恐れ、次元爆弾で吹っ飛ばしちゃおう。という、約50年ぶりにノーラさんの伏線が、回収されたシーンにもなっています。それがこちら。国も領土も、人の命も、自分たちの手に入らないものは全て破壊する。それが統合軍のやり方さ。いえいえ、統合軍の偉い人見てるー、と言いたくなっちゃうほど、ドンピシャなんだぜ。ちなみにこの時主人公、ハヤテの父親、ライト・インメルマンは、次元爆弾投下の命令に、従ったふりをして、できるだけ被害の少ないとこに落とそうとし、
残念でしたと言わんばかりに機体を遠隔操作されてしまい、濡れ衣、インメルマンとなってしまったんだぜ。とはいえ、プロトカルチャーの遺跡から、星の歌い手の細胞を持ち出したりと、しっかり統合軍統合軍した一面もあります。この次元爆弾の使用により、ウィンダミアはもちろんのこと、統合軍自身もダメージを負ったため、次元爆弾はウィンダミアが使用したということにし、難癖つけてウィンダミアから撤退しています。汚いですね統合軍。2063年、戦術音楽ユニットの編成計画が始まる。2064年、戦術音楽ユニットの第一期生が選抜される。同8月17日、濡れ衣、インメルマンが持ち帰った。星の歌い手の細胞編より、クローンである、ミクモ、キンヌメールが誕生する。2065年、戦術音楽ユニットの名前がワルキューレとなり、デルタ小隊がその護衛の任につく。ちなみに、ワルキューレは、ヴァルキリーのドイツ語読みなんだぜ。2067年、惑星ある、シャハルニテアールシンドロームが発生。ワルキューレによる鎮圧ライブが行われている中、ウィンダミアの部隊である、空中騎士団が突如現れ、新統合軍に対して、戦線を布告します。今回もしれっと次元爆弾を落としちゃえば、はい終わりだったんだけど、遭難発も落とすとさすがに怒られるので、成功法で叩きに行くのがマクロスデルタの本編だぜ。調査を進めると、Rシンドロームはウィンダミアの力によって発症していることが判明。ウィンダミアもウィンダミアで、プロトカルチャー時代の戦艦である、シグルバレンスを起動し、ああこれ全面戦争、しかもウィンダミア人、持ち前の触覚コトルンを使って、プロトカルチャーの遺跡を動かせちゃうんだからもう大変。しかし力を持つと考えることは皆一緒。ウィンダミアの参謀コトロイドさん。この力を私欲のために使っちゃう。ラグナの神殿からミクモの歌を使って、フォールドネットワークを形成しようってなって、全人類の意識を統合させちゃおう。ってあれ、これって5、6年前に、グレイスさんがアジュラ使ってやろうとしてたことと、全く一緒なんじゃ、とか。最後の方で敵エースの、キースさんと共闘するあたり、アルトとブレラみたいなとかは言ってはいけません。で、なんやかんやでウィンダミアは撤退。皆が平和に暮らしましたとさ。めでたしめでたし。で、これ、最初に統合軍が、変な条約結ばなければ、誰も傷つかずに済んだとか、それ一番言っちゃいけないやつなんだぜ。と。マクロスの次回作を首を長くしながら待つとともに、今回の解説を終わらせてもらいたいと思います。なんかゆっくり面倒になってきたので、そのうちマイク使って吹き込み出すかもしれません。声がキモかったら登録解除しといてください。その代わり更新頻度は上がると思います。多分。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。